洒落な家やな。なんなんその初めて来たテンションのやつ。めちゃめちゃおしゃれ。いや前にも増してどんどんおしゃれになってない。まあうちのな親が好きやからさ、そういうの。いやーなんか家じゃないみたいな。まあ家おしゃれってのは結局子供からしたら何でもないこと、うん、あ、そう。あ、親の自己満。生活感ないというか緊張すんねん、いつも。俺んちやろ、うん、おしゃれすぎるからやろ。なんかそわそわするというか。わかる。まあうちの親が好きなだけ、俺は何の興味もない。あ、そう。俺は大人になったら普通の家に住むって決めてるぐらい。ああ普通の家、うん、こんな感じにせえへんねや。せえへん。俺はもう普通の家。こんな憧れるけどな。いや憧れる。いざ住むと、うん、やっぱ寒いし。寒い、ね、寒いものないってやっぱ寒い。ああ、いやそわそわしてるからか知らんけど、いつも腹へんねんお前んち来たら。まあな、うん、たかってるだけやろ。そええー、いや別に腹減って、独り言やん。腹減ったなって。うん、佐々木さんと喋ってる。ちゃんと。何が？佐々木さんと喋ってる？喋ってるよ。だって。あ、そう。どうなの？喋ってるのか別に。いや向こうが見てきてるだけよ。出た。向こうは見てきてないんだ。いや見てる。やってた。じゃあ基本俺がパッて見た時こっち見てる。じゃあ基本お前が見てて、佐々木さんがパッてお前のこと見るだけやで。ほんなら目合うだけの話やで。そんなことない。そんなことあるよ。佐々木さんは多分俺はチャーフィーのこと好きなんちゃうかなと思ってる。いや佐々木さん俺のこと見てんねんから。お前が見てるから。違う、向こうが先見てんねん。ほんで後から俺が見てんの。あ、そう、まあそういうことでいけたよな。うん、目合うだけじゃなくて喋ったりもしやつ。なんでそんなこと言われなあかんねん。いやつ。なんで俺が佐々木と喋らなあかんねん。佐々木って言ってるやん。心の中で下の名前でちゃん付けしてるやん。してないわ。正直言ってよ。何にも思ってないの。お願い、正直言って。下の名前でちゃん付けしてるやろ。してないよ。お願い、ほんまのこと言って。してない言うてるやろ、もう。そう。はあ、ちゃん付けはしてます。お腹すいた？あれ食べます？え、ええの？いいよ。え、いつもなんかごちそうになってるけど、お前来た。いいよ。え、今日ばちゃんおる？おらん。おらんやん。だから、私がちょっと料理を。いやいや、無理やろ。させていただきます。無理やろ。いけます。ほんまに？ほんまに。え、料理できるの？自信あります。あ、そう。こう見えて料理できます。ほんま？うん。そんなイメージないけど、手伝おうかな。いい、一人でやる。あ、そうなの。うん。ちょっと待っててな。うん。お前料理できへんやろ。料理なんかできる。できる。ちょっと待っててな。手伝おうか。いい。手伝ってほしい思ってんねやろ。いやいや、え、どうなん佐々木さんとは。え、しつこいな。俺これで聞いたで。何が？佐々木さんに。何を？お前のことどう思ってるかどうか。はぁ、あ、何聞いてんねん勝手に。聞いたで。なんて言っててん。いや、答え欲しいねんな。お前なんやねん。なんて言っててん。聞きたいか答え。一応聞いときたい。なんて言ってた。ちょっと好き。うっそー。はぁ、どっちやねん。嘘かほんまか。うせ。ほんまか。うそうそ。ほんまやろ。うせ。どっちか言え、はっきり。うそやっつってるやろ。お前もほんまやろって言ってるの珍しいの。うそやっつって。うそだと言っていることは本当です。やねん、そう。お前のことをめっちゃ好きって言うさ。え？嘘やろ？ほんま。いやいや、そのお前レッサー。お前もうええってそれ。もう二度としません。ほんまやろな。ほんまです。本当にしませんでした。めちゃめちゃめちゃ好きって言ってたで。もうええから。じゃあこれお前。じゃあ俺別に何も思ってないの。はい、お待たせ。え、嘘やろ。はい、麻婆豆腐いただきます。うん、麻婆豆腐。これ何？ん、え、嘘やん。お前が作ったんこれ。うん。
いただきます。あ、美味しい。どう？いや、絶対お前作ってないわ。俺作ったて。嘘つけ。こんな本格的には作れるわけないやん。ほんま嘘つけ。お前作ってないわこれ。俺作ったよ。このマーラー麻婆豆腐は簡単に作れます。そやろ。あ、わかった。ん？出前頼んだやろ。違う。出前頼んで温めただけやんけ。こんな早くできるわけない。こんな本格的なんが2本でパッて作れるよ。嘘つけや。ほんまや。出前頼んでるだけやんけ。頼んでません。絶対出前。嘘つけよお前。このマーラー麻婆豆腐はレンチンクックというシリーズです。辛さどう？いや、ちょうどええ。ほんま？うん、ちょうどええ辛さ。ピリ辛で。うん、好きな辛さ。好き好き。よかった。お前すごいな。安心したわ。え、俺でも作れるこれ。作れるよ。料理とかやらへんで俺。料理やらなくてもできる。え、俺無理っぽいわこれ。絶対できる。いや無理無理、ほんまに料理せんから。このマーラー麻婆豆腐は誰でも簡単に作れます。うまか。吉村さんはどうなの？お前答えろや。聞こえてるやろ。でね、吉村さんと。おい、聞こえてるやろって。どっちやねん。吉村さんとは順調です。なあ、何やねん。俺に聞くだけ聞いてなんで自分の答えへんねん。順調やねん。もうな。うん、よかったな。なんかでも、まあ、言わんほうがいいか。まあ言えよ。いやいや、聞かんほうがよ。隠し事してるやろ。いやいや、してないよ。何言って？隠し事してないって。してるやんけ。してないって言ってんねん。隠し事はしてます。言えよ。なんやねん。ないってだから。なになになに、なんかしてんの？いや、俺は別にこれあれやで。俺が言ったって言わんとってや。うん。いや、お前が言えって言ったから俺言うてんねんて。わかん、もうそんなええからどうでも。いや、この間吉村さんが、あの食堂の前で、うん、なんか先輩と二人で喋ってた。誰？どの先輩？運動部？サッカー部の。誰？津原ちゃんじゃん。髪長い人ちょっと、うん、俺がやったって言うなよ。いや、たまたま見かけたから。どんな感じよ。なんか距離が近かったから。一方的に喋ってる感じ。なんか俺が見た感じは、うん、俺の予想やで。なんか ないよ。ないよ。俺の予想。いつよ。どの曜日やねん。な、水曜の放課後やった。嘘やろ。そう、ほんま水曜。マジ。うん、日曜の朝です。じゃあ、日曜や。練習試合やった時や。うんうんうん、うん、そう、学校行って、うん、ほんで、なんで吉村さんおんねんと思って、学校に。俺、遠目で見てたら、昼朝？朝。うん、俺の予想やで、ね、予想で申し訳ないけど、これは俺の推測やけど、なんか告白されてるような雰囲気はあったけどな。なんつう言わんの俺に。だ、お前に言ったらなんかさ、家のおしゃれの話するの言うたがあったやろ。ないよ。あったよ。言うタイミングなんかないよ。タイミングはありました。なんで言わんかったんそれ。かわいそうやん。え、ほんで、ほんでどうなった、どうなった。いや、だから俺見てたけど、なんか吉村さん、うんうんうん、うなずいて。吉村さん、お前の存在に気づいたの？気づいてないよ。ほんで、なんか言う、うん、こう言うといた方がええんちゃうか。なんで日曜の朝行ってんの、そもそも学校に。呼び出されたんかどうかわからん。なんで吉村さんが日曜に学校行ってたんか。それは知る由もないよ。めっちゃ美味しいわ。おかわりないの？ああ、いまだに信じられへんわ。これお前が作ったって。お前で何を険しい顔してんねん。忘れろ忘れろ。
このマーラー麻婆豆腐は食べる前から美味しいと分かっていました。ちょっと待って、ちょっとブルーなってきた。え、ブルーなってきた。何を言ってんねん、気にすんな。だから俺言わん方がええやろって言ってん。お前がでも言い出しちゃいんけ。いやだから言わんとこって言ったよ最初は。うん、お前が言って言ったから言ってんで。うん、電話したら携帯貸して。なんで俺なんか電話すんの。うん、そう、俺が横にいる設定にして電話して。俺自分から電話できへんわ今、うん、きつすぎる。あ、もしもし、あ、吉村さん、ごめんごめんごめん、急に。いや、今何してんの。秘密って何してんの。秘密じゃなくて何してるか教えてや、気になるやん。秘密主義です、吉村さんは。どうか言うてくれんか、どうしても。いや、ちょっと待ってな。ちょっと変わるわ、電話。もしもし、俺。いやいや、まあ、一緒になってさ。いや、サッカー部のさ、なんか先輩のさ、津村さんって知らん？修羅場やんけ、これ。俺はもう知らんぞ、どうなっても。え？あ、そうなん？あー、了解了解。いや、ごめんごめん、なんもないなんもない。うん、ほなまた。うん、バイバイ。何？何やってたの？え、何やった？何やってたの？今の感じやと告白じゃなかったってことやんな。うん。え、何やった？何やったの？何やと思うねん。何やろ。回覧板を渡しに来ただけです。回覧板渡しに来たとか、例えば。違う。あ、違うんや。たまたま歩いてただけ。いとこやって。え、そうなん。びっくりしたわ。あ、知らんかった。知らんかった。何や、それだけのことやん。もう冷や汗かいたわ。あ、なんや、俺、いや、なんかただならぬ感じやなって俺が勝手に思っただけで。てか、お前ムカつくよな。なんで俺がムカつく。なんか何かやねん、誰でも言うねんみたいな感じ。いや、だって俺はだから言いたい。なんかさ、俺が気づいたらさ、なんかお前が聞きたかったけど、お前ってなんかムカつくよな。なんで俺がお前言われなかった。お前のために歌ってんねやろ。お前ムカつくねん。お前がムカつくねん。お前の言い方、俺は焦らす言い方やんけ。お前の方がムカつくねん。お前の方がムカつくわ。お前の方がムカつくわ。下手の方ムカつきます。ほんま帰れやもん。なんでそんなん言うねん。帰れってなんやねん。どっちや、帰るかもう一杯食べるか。もう一杯食べるわ。うまいけどやな。しょうがない、もう一個作ったろ。作れんの。おー、任しとけ。未だに信じられへんわ、あれ作れるって、あの時間で。このマーラー麻婆豆腐は中華料理店で出されるものと勘違いするほどの味が保証されています。いやー、家でこのクオリティってすごいな。明日もお邪魔しようかな。明日は閉まってます。へえ、人の家やけど横鳴らしてもらおう。横はいいけど寝たらダメです。寝てまおう、これ横なってたら。まだもうちょい待って。このマーラー麻婆豆腐は約2分かかります。短いですね。このマーラー麻婆豆腐は美味しいです。この麻婆豆腐は
お母さんに作ってもらわなくても自分で簡単に作れます。このマーラー麻婆豆腐はコンビニで買える手軽さも持ち合わせています。このマーラー麻婆豆腐はまるで一から作ったかのような雰囲気が出ます。ちょっと手伝うわ。やっぱり。ああ、このマーラー麻婆豆腐は他の麻婆豆腐の追随を許さない。このマーラー麻婆豆腐はお店で置かれていても十分通用する味でした。